あちら外国の不審船の想定です。今不審な男がですね出てきました。警備員が近づいてきます。今切りつけましたね。船に戻るよう促されましたが、刃物を持って切りつけました。訓練には多摩の海上保安部や岡山県警本部など10の機関のおよそ70人が参加しました。訓練は年に1回、毎年この時期に行われています。テロリストが小型船に乗って逃走を続けています。小型船かなりのスピードで沖の方へ逃走しています。宇野港管理事務所によりますと、宇野港には外国の貨物船や客船などが定期的に停泊しています。昨年度は30艇以上が停泊したということです。今テロリストが降伏したようです。およそ5分追跡し、男を取り押さえました。来年4月には大阪万博か、ここ瀬戸内においても国際芸術祭が開催され、多数の外国人の訪日や観光者が予想されており、安心安全を確保することが重要となっております。水島と玉野の海上保安部によりますと、過去10年間で管轄の港に外国の不審船が停泊した事例はないということです。